知っていると、ちょっと得する雑学を簡単にまとめましたので、最後までお付き合いください。血圧を下げる効果がある食品には以下のものがあります。キノコ類では、椎茸や舞茸、えのき茸などは血圧を下げる効果があるとされるベータグルカンという成分が含まれています。ニンニクにはアリシンという成分が含まれており、血管を拡張させる作用があります。これにより、血圧を下げる効果があるとされています。バナナにはカリウムが豊富に含まれています。カリウムはナトリウムとのバランスを保つために必要であり、血圧を下げる効果があるとされています。ヨーグルトに含まれる乳酸菌は血圧を下げる効果があるとされています。サバ、イワシ、サンマなどの青魚には EPA や DHA という不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。これらは血圧を下げる効果があるとされています。これらの食品をバランスよく摂取することで健康な生活を送ることができます。ただし、医師と相談してから食事改善をすることをお勧めいたします。ぜひ参考にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。